はい、アイキ君のおじさんに当たるんですか。はい。昨日の夜の話なんですけど、はい、今日の夜か、もう、1月27日未明だよな。未明というか1時過ぎ頃、1時過ぎぐらいですよね。でもこの子たちから聞いたら、はい、メモも相当陥没してて、もう失明って言ってましたけど。そうですね、もう医者からそう言われたんですか。もう医者からやばいだろ、失明っていうことで、もう今後一緒治ることはないっていう。マジっすか。はい。で、本人は今なんか喋ったりとか。今は一応母親と、まあ、自分の姉になるんですけど、うん、もう、少しずつ喋れるようになってるんですけども、うん、まあちょっと今コロナの影響もあって、実際もうずっと付き添いができないような状況ですね。うん、本人の証言なんかちゃんと再確認とかできました？はい、一応先ほどこのニュース、うん、OTB さんのニュースっていうのもこういう状況で報道されてるっていうのを姉が本人に伝えたらしくて、はいはい、でやっぱり実際事実と違うことがあるっていう、うん、まあ、本当に普通に道を走らせてたら急に警察が来て、急に警棒で叩かれたと、はいはい、で報道では、うん、こう引き止められたとか、じゃあそういう、うん、警察の方から、はいはい、そういった事実は一切ないということを本人が言ってますね。はい、いきなり 走ってる時に殴られた。そうですね。本人は、歩いてる警察のアルジュンっていうんだった、なんか彼らの若い用語でアルジュンに目すぐられたって言ってるんですよ。はいはいはい。でもこのやり取りの LINE っていうのも見まして、 LINE かメッセージ見まして、まあ、自分はちょっとアルジュンって何っていう形だったんですけど、まあ、この若い子たちなんかでは歩いてる巡査みたいなことなので、なんでじゃあ警察がっていうのは間違いないと多分思うんですよね。そうですね、まあ、本人、まあ、実際今ちょっともう昨日のまあ今日なので、実際うつろな部分もあると思うんですけども、はいはいはい、まあ、警察の格好で警棒で殴られたという認識は本人は持ってるということですね。殴られた後に走ったとかはないんですか、そのまま自走したとか。多分、まあ、ちょっとそこら辺がまだ実際本人の口から聞いてないので、はいはいはい、あるんですけど、うん、もうこの場所で、はい、そうですね、倒れてたんですけど、なのでここですぐと、うん、殴られたわけではないのかなという、うん、もう少しちょっと離れたところで殴られて、一応、自走してここまでたどり着いたのかなという認識なんですが、ちょっとまだそこら辺は実際確認取れてないんですけど、うんうん、そうですね、またあんな怪我の状況で、はい、今聞けばこのアパートの隙間にうまくバイクを入れてるわけですよ、はいはい、で鍵も取って奥に隠すっていうことしますかね、はい、と思いましてね。そうですね。で警察のまたニュースによれば、警察と接触した後にこの警察官はかすり傷みたいなのを負ったと、はいはい、でその後本人は振り切って、はい、自損事故、はい、自爆してるみたいなこと書かれてましたよね。一応この報道の自損したっていうのは、うん、本人は、警察、ごめんなさい、救急車、うん、呼ぶ本人が呼んだらしいんですけども、うん、本人が、救急に対して、うん、自損で、事故ったので、うん、っていうことで本人話したらしいんですけど、うん、なんでっていうと、うん、まあその時点でもう早く一刻も早く、うん、救急車来てほしかったと、うん、ここでだからいろいろ説明するもう本人にも余裕もないので、うん、とりあえず事故ったので、うん、もう来てくださいっていう通報をして、うん、で、救急車の中で、うん、救急隊員の方には、うん、警棒で、うん、警察に叩かれたということをはっきり言ったということは覚えてますけど、救急隊員の方に伝えて、はい、救急隊員に伝えて警察とかともつながってるの、なぜそのな報道では違うことを言ってるのかも気になりますし、ね、そうですね、また専門にそういうことを扱ってる、皆さんぜひご協力ください。やっぱりここで殴られて、はい、警報で殴られたっていう、うん、打痕とか事故の痕とか、はいはい、絶対科学的には絶対証明されると思うんで、うんうん、これは絶対逃げ切られないと思うんで、はいはい、了解です。じゃあちょっと今もう沖縄中の騒ぎになっている中なんですけども、ちょっと辻褄が合わなかったりとかいろいろあるんで、はい、また本人さんからも
意識戻ってきたらはっきりまた思い出してくることもあると思うんですね、はい、あそこは、はいはい、全力で動いて、はい、事故の真相を突き止めていきましょう、はいはい、また詳しい方はぜひ、はい、コメントでも何なり教えてください、はいはい、連絡ください、はい、よろしくお願いします。ぜひやっぱり見てた人の、うんうん、あれも欲しいですね。あそうですね、はい、こっち宮里やっぱりうん、ファミマから出てきてそうなんですよ。ファミマからだいたい警察の顔を見たとか、そうそうそう、直線距離で些細な情報でも、うん、1キロちょっとなんで、しかも警察がね、さっきのファミマからこっちまで歩くってはないと思うんですよね。これはないから、多分殴られてるのは、うん、多分近くで取り締まりしてる警察官っていうのは。そうですよね、警察官ってずっとパトカー、うん、パトカーとだいたい距離多分ね、あると思うんですよ。あまり離れないでね、うん、パトカーから絶対離れないと思う。そうですよね、近くにいますよね。100メートルないし、そんなにまで離れないと思う。この警察が そこら辺にいたとか、いやぜひね、殴った警察の方もね、ぜひ出てきてもらってしっかり説明してもらいたいですよね。やっぱり、ね、やっぱり組織隠蔽とかそういうのは良くないんで、やっぱり今後のあれもあるから、やっぱりで、いやでもニュース見た時なんかイライラしよったね全然話が違うんで、はい、全然違うんで、本当にそういうやり方してほしくないですよね、この警察たるものがね。まだまだこれからも調べて、はいはい、そうです、はい、事実を解明していきましょう。皆さん、些細な、はい、OK です、些細な情報なり何なりと僕の方までお寄せください。もし嘘ついてたら大変なことになりますんでね。よし、じゃあまた愛希くんが、ちゃんと、まあもう失明って言ったらさ、はい、17歳で自分の子供が失明とか考えたら絶対だけど、いやこの子が悪かったらまだね、あれだけど、暴走もしてない、何もしてないから、何こうパトカーと追われてるチビカメたちから振り切って関わりたくないからどっか行こうよっていう流れの中、こういう状況になったらたまったもんじゃないでしょ。僕がだったらもうやばいっすね、はい、まあ、そんなぐらいの気持ちと思うんで、ぜひ追求していきましょう、はい、じゃあまた何か進展あればお願いします、はい、皆さん。じゃあ些細な情報でもですね、もしあればよろしくお願いします。